一の鳥居生命神社のお祓い串生命神社は京都市上京区生命町にある神社、安倍の生命を祀る。一条戻り橋のたもとにあった生命の屋敷跡に鎮座する。全国各地に同盟の神社が存在する。旧社閣は尊者。観光二年に生命が亡くなると、その時の天皇一条天皇は生命の異業を称え、生命は 稲荷神の生まれ変わりであるとして、観光四年、その屋敷跡に、生命を祀る神社を創建した。当時の境内は、東は、堀川通、西は、黒門通り、北は元西岸寺通り、南は中立憂通りまであり、かなり広大であった。しかし、旅重なる戦火や豊臣秀吉の、都市整備などにより次第に縮小し、社殿も荒れたままの状態となる。また、 隣接して千里宮の屋敷が設けられていた。幕末以降、宇治こらが中心となって、社殿、境内の整備が行われている。明治時代になると孫社に列せられた。1950年には、堀川2に面するように、境内地が拡張されている。平成以降、漫画家、映画化もされた、夢枕幕の小説のヒットにより、主人公である、安倍の生命のブームが起こり、 全国から参拝者が訪れるようになった。生命没後千年となる2005年には、安倍の生命千年祭が行われた。2017年に二の鳥居の社合学が新調され、安政元年に、土見門春尾により奉納されたものを忠実に再現したものとなった。一の鳥居の社合学には五望星の社門が描かれている。生命生命よけ本殿の北には、 生命意と言われる井戸があり、ここから湧く水は、生命水と呼ばれ、生命の陰陽道の霊力より、湧き出たと言われ、無病息災のご利益があると言われている。伝承によれば千里宮が、茶会において、この井戸から汲んだ水を沸かし、茶の湯として利用していたと言われ、豊臣秀吉もその茶を服されたと伝えられている。 この井戸はごぼ星を描き、その出水口がその星形の頂点の一つにあり、立春には、生命神社の神職が、その生命意の上部を回転させ、その年の絵法に取水口を向けるのが、習わしとなっている。ありがとうございます。